それでは4対4の練習について説明を行います。大事なことは最終的にノーマークの2対1を作るっていうことですから、誘ってですね、相手を誘って、シュートからノーマークにつないでいくと、最終的には、サイドからずらしていく、そういったことも考えていってください。積極的にフェイント行かないとダメだよ。フェイント行かないと、ね、はい、続いて4対3の速攻練習について説明を行います。この選手に対してのクロスをかけようと、変化を求めようと、させようと、そういう意識を持ってクロスに行きます。そのところにですね、この選手は追いかけていってサイドの方に回っていくんですけども、クロスにかけた選手に対してパスを行います。でパスをした選手がここで追っかけます。相手が寄ります。でここでクロスのパスを、当然ここでシュートと、入っていけばサイドプレーヤーが寄ってきてですね、次の選手が余った形でシュートというふうになると思うんですけども、寄らない場合は、この選手が切り出しをした後にポストに入ります。それで、この選手はこの選手をおびき出しておいてポストパスと、でこの選手が寄る場合があるわけですから、パスを出した選手が追いかけていってサイドに曲がって、この選手はポストを見ながらディフェンスが寄っていったらばそのままサイドに一つ飛ばしのパスを、こういった形を考えていくと必ず、1人が余る。